はい、というわけで兄弟文系第4問第5問あるんですけど、1から5までね、理系の3問と理系の5問と一致しているので、概要欄にリンク貼っておくと思うので、ぜひとも見てみてください。もしなければその下の方ちょっと動画くくっていただければ、出てくると思うので、文系第4問第5問は理系第3問第5問を見てください。で、総評も後ほどあげます。東大の分離、兄弟の分離についての大体総評ですね、全部一応解いたので、やっておきたいと思いますので、そちらの方もぜひともご覧ください。さよなら。